こんにちは。こんにちは。メガネの小太りの男が2人並んでる状態でございますけど、ちょっと軽く自己紹介をしていただけたらなと思うんですけど。はい。磯貝和之と言います。はい。去年の4月いっぱいで勤めてた会社を辞めて、5月から、親元で実家を継いで農家を始めました。ただまあそんな普通の農家さんではないと。まあそうですね、はい。うん、まあなんせね、今いる場所が約430メートルですね。めっちゃ高いところで、まあそこで何を作られようかっていうのをまずお聞きしていいですか。はい、主にはですね、雑穀類を作ってます。そばであったり、泡、小きび、高きびっていうものを、主に作ってます。むちゃくちゃ山じゃないですか。そうですね。もう磯貝てがものすごい引っかかってるんですよ。磯、海すぎるやろって思って。そうですね。もうそれはもうみんなに言われますね。お母さん下の名前なんでしたっけ。浜子。嘘やろ。磯貝浜子で。そうです。海すぎるの漁師町じゃないとおかしいんで。間もないんですよね、まだ収納されて。そうです。去年の5月からなんで、まだ1年経ってないです。はあ、どうですか、この実際に。まあ、山奥で高いところで農業をやってみるっていうのは。そうですね、あのもともと僕はここで育ったんで。ご実家なんですよね。はい、実家なんで、はい、あの作業自体も当時からほとんど変わってないっていうか、まあ、全く同じことをしよるんですね。まあ、それが、まあ、ここの農業のやり方なんで、それを同じことをこうずっと続けていくっていう感じでやらせてもらってるんですけど、どうしてもこの手作業っていうのが多いんですね。はい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 、あの畑が斜めなもんで、でそれがまあ大変かなっていうのがあるんですけど、こう自分が想像しとったよりは、まあ馴染んでいけるかなっていう感じはしてます。やっぱ昔から見慣れてたっていうのは一つでかいかもしれないですね。そうですね、それは大きいと思いますね。もう育った環境やから、めちゃめちゃ実家ですもんね。そうです。すごいですね。なんか後ろもね、所ジョージさんの写真とか笑ってこられてるとかも出たんでしょ。そうですね、うちの両親が出させていただいて。すごい。あのスタジオの方に行かせていただいて。あ、スタジオまで行ってるパターンで、はい、いやだからもうそんだけ全国的にも注目されるということなんでしょうね。どこの農家さんも同じだと思うんですけど、その後継者っていうのがすごい悩みの一つだと思うんですね。なるほど、わかりました。やっぱまずは知ってもらって興味持ってもらうってとこからじゃないですか。そうですね。ちょっとなんか言っときましょう、メッセージみたいな。みんなあのこれからもしかしたら収納されるかもっていう、興味持ったよっていう人に向けてちょっと背中を押したるようなやつを言うだけましょう。やっぱり農家を始めるっていうのはすごいあの敷居が高いと思うんです。決心する前にでもいいし、こう考えとる人があればこういうところに来てこういう農業体験なんかをしていただいて、よしやるぞって思ってくれる人が出てきたら一緒にやりましょうっていう感じで、はい。だからやっぱ都会にはないもの、経験できるものたくさんありますので、皆さんぜひ興味を持ったら来てみてください。磯貝さんがいろいろ教えてくれると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあ、続いてはこちらの方でございます。ちょっと自己紹介の方お願いします。はい、美馬市脇町出身の山内健二と申します。はい、よろしくお願いします。自分で拍手してる、はい、やば。山内さんはちなみに何のお野菜を作られてるんですか。はい、冬場はブロッコリー、はい、で夏場はオクラを作っています。緑のもんばっかり。あ、そうです。もう緑敵対するかのようなオレンジ色で。収納何年目になるんでしょうか。今年で3年目になります。3年目で、はい、まあその農業をやってる方のくくりで言えばめちゃめちゃ若手というか。そうですね。ですよね。なんでその農業をやろうと思ったかっていうのをちょっと聞きたいんですよ。まあ、ずっとサラリーマン続けてきたんですけれども、まあ、父親が農業を、はい、あの始めまして、手伝ったりしていく中で、まあ、自分でもちょっと野菜を作ってみたいなっていう感じですね。もうじゃあお手伝いする中で、そうです、やろうということで。え、でも今はお一人。あ、そうです。で今は一人で。どれぐらいの量を管理してるんですか。まあ畑2丁分ぐらい。畑2丁ってどれぐらいですか、大きさで言うから。ブロッコリーのあの、ね、これを1とするならあれ何個ぐらい取れる。そうですね、畑まあ一旦分で5センチ分取れるとしたら、あの5センチ分かける20です。10万を一人で。そうです、そうです。もちろん大変なんですけれども、気長に、まあ、自由にあのできるっていうことと、まあ、達成感みたいな感じですね。まあ、やり遂げたというか。あ、やっともう出荷できるデカさになったわ。そうです、そうです、そうです。ちょっとなんかメッセージじゃないですけど、はい、これはちょっと俺良かったでみたいなのがあれば、あ、もう
ぜひぜひ言っていただけると。そうですね、まあ、人間関係はもう全くないですね。あ、そうか、はい、でも10万このブロッコリー見てるんですよね。はい、もう上司にガミガミ怒られるをもう定年まで続けるか、うん、もうひたすらもう朝から晩までブロッコリーを取り続けるか、もう二択ですね。確かに、でもこれってほんまに人によると思うんですよ、はい、うん、その10人の人間と10万のブロッコリー、そうそうそう、どっちが合ってるかっていうのはね。そうですね、人によりますから。もうそれなりのタフネスに自信があるならもう、うん、それもう10万個以上のブロッコリーを、うん、取れば、うんうん、はい、もうそれなりに収入もありますし、うん、生産性ですかね、うん、その何かをこう自分で作ったものをお金に変えてこう生活するって感じで、うんうんうん、なんか成長できたような気はしますね。なるほど、もう自分の力でっていうのを実感しやすい仕事ですよね。体験みたいなこともなんかさせてくれたりするんですか、見学とか。そうですね、来てくだされば。はいはい、わ、はい、かりました。皆さんぜひぜひでございます。はい、ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで磯貝さん、山内さん、お忙しい中ありがとうございました。やっぱり農業って魅力があるんでしょうね。話聞いてたらそれすごい伝わってきますから。ただやっぱ新しい人が増えんとどん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 減っていってるから、仲間を増やそうということで今回の動画を撮らせていただきましたんで、ぜひ気になる方は概要欄チェックしてみてください。ということで以上です。ありがとうございました。